皆様おはようございます。デベソライダーヨシです。本日ハーベイ号引っ張り出してます。朝のね涼しいうちにちょっとひとっ走りして帰ろうと思います。結構うるさいっすね。レース感なのかな、かなりうるさい。まあサイレンサーもねオイルを吸って吸音効果機能はもうほぼほぼないんでしょうけど、はい。で低速がねスカスカ、パワーバンドに入る7000回転ぐらいまではねもう全くトルクがない。はい、ご覧のようにね思いっきり回した時の加速はすごいっすよ。7000回転からもう大方1万回転入るくらいまでかな、ストレスなく回っていくね。で一速からガバッと当てるとねフロント浮いちゃう、パワー感というかねトルクの立ち上がり方がもう全く純正チャンバーとは違いますね。そう、これはやっぱりサーキット用に作られたナンバーだけあるな。まあ私の場合もう2倍だけでバイク所有してるとこもあるからね、もう走りはね危ないんでやめます適当に流すぐらいがちょうどいい。で水温もねここに来てやっぱり限界ギリギリのところをたどってますね。なんでまあ無理はしなくてクルージングね、冷却しながら走る、はい、いたわって走っていきたいと思います。感じかな。あんだけね回してもね水温はまあここで収まってる、なかなかの走りですよこれは。で前のオーナーさんカストロール入れてたね多分ほんわか前のオーナーさんの香りがする、カストロールの排気の匂いがしますね。私はねもうこんなスタイルにそぐわない純正の CCIS 入れてます。まあそうするとオイルちょっと変化してるけどね、なら高級なオイル入れるよってことになるんですけども、はい、走りはなかなかです。まあその分ね低回転全く6500、7000入るまで来るまで加速しないね。グッドだな。